ロバッツ監督、ブルペンで大成功で5枚コメント。ドジャースは9日、日本時間10日、敵地で行われたパドレスとの地区シリーズ第4戦に8-0で勝利した。大谷翔平投手は1番指名打者で先発出場し、負ければ終戦の第1番で3打数1安打1打点、2四球をマークした。ポストシーズンの打率250、チームは12安打8得点で完封勝ちし、対戦成績を2勝2敗に、3年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ進出へ逆王手をかけた。試合後、デーブ・ロバーツ監督は、幸運なことに今晩のブルペンはとても効果的だったと救援陣を称えた。先発のライアン・ブレイシア投手から8投手の継投策でパドレス打線を完璧に封じた。無失点のリレーに指揮官は、素晴らしいことだ、だから選択肢はある、今日と同じようにブルペンゲームにできるし、ジャック、フラハティ、ヨシノブ、山本でも可能だと言及した。第5戦はドジャースの本拠地ドジャースタジアムで行われる。ドジャースは勝てば3年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ進出となる必勝の一戦に指揮官は、作戦は明日考える、そしてリリーバーに話して状態を確かめると冷静な姿勢を貫いた。対するパドレスは2年ぶり地区シリーズ突破をかけて、ダルビッシュ有投手が先発する予定になっている。素晴らしい圧勝だった。ブルペンで大成功やんけ。先発投手が万全でないプレーオフで、いずれの日も序盤に大量失点したことを考えると、ドジャースは最初からこういう戦い方をするしかなかったのかもしれない。ポストシーズン入ってからのパドレス打線は、早い回から大量得点を取っていた。要するに先発投手の癖を徹底的に調べ、それを生かしていたのかと。第5戦もブルペンデーでいいんでは。山本はまだちょっと不安があるね。山本由伸はパドレスに結果出てないから、フラハキかブルペンデーの方がチャンスありそう。タイガースも先発陣復でブルペンデーを駆使して相手を翻弄している。打者の目線を慣れさせないために準備はなしの系統、1日つくわけだし、山本、フラハキどもに立ち上がり不安あるので、ブルペンデーの選択肢はありだと思う。ベッツも調子が上がってきたし、何よりエドマンがいい。どこでも守れるし、バントもうまい。エドマンの獲得は大成功だな。今日の MVP かも。最終戦までも連れ込んで面白くなってきたな。投手もお互いダルビッシュ、山本の日本人が登板する可能性が高いし、楽しみすぎる。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。